なんだか夢みたいだわ。ついに私もここまで来たかって感じ。感謝しなくっちゃね。応援してくれたファンの人たちと劇場のみんなと、一番近くにずっといてくれた人に。誰のことかわかるわよね。本当にありがとう、プロデューサーくん。私のパジャマ姿、危険なくらいセクシーじゃない？きっとみんな目が離せなくなっちゃうわよ。そうなのよ、やる気もコンディションもバッチリだ。昨日よく眠れたおかげかしら。ちなみに寝る前にあるものをつけるとよく眠れるようになるんだけど。プロデューサーくん、なんだと思う？お姉さんクイズ。残念、外れよ。寝る前以外もつけるものなのよね。むしろそっちがメインかも。それじゃあ、今もちょっぴりついてるの。つけてるっていうより残ってるっていうべきかしら。そうそう、いいところまで来てるわよ。じゃあ大ヒント、もう少し近づいてみたらわかるかも。正解！香水の香りでリラックスしたおかげで安眠できたわ。しかも翌日には優しい香りになるの。どう？さりげない大人の魅力感じてくれた？うん、まあその実はね、今回初めて試してみたの。ほら、このパジャマってプロデューサーくんが選んでくれた衣装なんでしょ。せっかくだから頑張らなきゃって思っていろいろと調べたりしてるうちに偶然見つけて。もうプロデューサーくんたら、そうやってさりげなく褒めてくるんだから。嬉しすぎて今夜眠れなくなっちゃったらプロデューサーくんのせいだぞ。